アリオ火災は、東京都江戸川区東括西に立地するセブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設である。1999年7月3日に開業した、それまでの伊東洋火道火災店をリニューアルし、2017年11月17日に、第一弾としてフードコートの一部を除きオープンした。 フードコートは2018年2月23日に第2弾としてグランドオープンした。伊東洋華堂が展開するショッピングセンターアリオとしては全国で18店舗目となる。建物は3階建てで伊東洋華堂火災店を各店舗に70の専門店が並んでいる。基礎証券は旧火災店の5倍となる5トルに拡大され。 人口もこれまでの13倍以上となる66万人が対象となる。火災駅より無料送迎バスが運行されていたが、2020年6月をもって廃止されたので路線バス利用となる。これ以降、伊東洋葛道の業績悪化も相まって、ありを業態の出展は行っていなかったが、2021年10月28日に兵庫県加古川市にある。 ショッピングセンターグリーンプラザベフを大規模改装し、アリを過去側としてオープン。ありがとうございます。